どうもジェネジーのナビゲーターの中川大輔です。今日の YouTube 動画はお待たせしました。ずいぶん前にやりました家庭菜園企画で植えたトウモロコシを収穫します。植えてからおよそ60日、いよいよ収穫の時が来ました。ご覧ください。まずは取ってきたらもう即湯がくためにこのお鍋にお湯を張っていきます。水入れてお湯を沸かしている間にトウモロコシ取りに行きましょう。ということで、朝一でもう目がもうパンパンでも顔もパンパンですけれども、トウモロコシもぎりに行きましょう。どうですか、だいぶ大きくなったでしょう。この3本のトウモロコシ取りましょう。じゃあまずはこの子からいきましょう。取れた、立派なトウモロコシだ。剥いても剥いてもトウモロコシ出てこないぞ。玉ねぎ状態になってないか。あ、うっすら見えました。あ、いた、いた、いた。トウモロコシだ、ちゃんと。残り2本も取っていきましょう。うわ、本当になったよ、トウモロコシ。やったやった、素晴らしい。ラスト、こいつがね一番大きいんで楽しみですね。剥いたところには水が溜まってますよ。実はやっぱり大物だったぞ。ほら、もうトウモロコシだよ。立派なトウモロコシです。ということで、家庭菜園で採れたにしては立派じゃない。トウモロコシ収穫完了。じゃあもうすぐ湯がきに行きましょう。キッチンに戻ってきました。立派なトウモロコシが3本採れました。で、湯がく前に塩をちょっとまぶすようです。では一つまみ、こんなもんでいいか。で、これを全体に馴染ませて、よしよし。じゃあトウモロコシの茹で準備完了です。じゃあお湯も沸いてるし、早速茹でていきましょう。いよいよ茹でていきます。準備は完了。トウモロコシを茹でていきます。いってらっしゃい。いいね。では10分間蒸していきましょう。おいしくなあれ。茹で始めて7、8分経ちましたがね、もうここにいるとね、トウモロコシの茹でトウモロコシの甘い匂いがします。これは成功してる気がする。ちょっととりあえず茹で上がるまでまだ2分ぐらいですかね、待ちたいと思います。
さあ、茹で始めて間もなく10分が経過します。さあ、10分経過しました。では火を止めて蓋を開けますよ。オープン。うわー、茹でとうもろこしできてるよ。色もこんなに鮮やか。めちゃくちゃうまそうにできてんじゃん。ではこの茹で上がったトウモロコシ実食へと参りましょう。見てください、美味しそうだ。普通に美味しそう。取ってから15分経ってないですからね。いただきます。取れたての、茹でたてのトウモロコシ、うまっ。めっちゃくちゃ甘い。やばい、何のコメントもせずにただ食ってるよ。美味しかった。自分の庭で自分が育てたトウモロコシ、こんなに美味しくできるんだね。まあ、最初始めた時はね、なんかこう、まあ、なんかちっちゃいのでもね取れたらいいなぐらいの感じで始めたんですけど、結果的には大成功となりました。植えた3つ全てからトウモロコシを収穫することができました。まあ本当はこう理想を言えばね、ちょっとバーベキューで皮ごと焼けたらなーっていう理想もあったんですけれども、ちょっとねご時世的にもまだまだちょっとステイホームな時期が続くんで茹でましたけれども、いや強がりじゃないけど結果茹でてよかった気がしますよ。甘い、すんげー甘かった。いやー家庭菜園企画楽しいな。トウモロコシを育てる家庭菜園企画、これにて終了。ジェネジー YouTube 動画史上一番長い企画だったんじゃないでしょうか。とはいえ、成長を見守ってた時間が長かったですが、でも美味しく食べられました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録コメントよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録コメントいいねボタンよろしくお願いします。